ラグビーワールドカップ、W 杯、フランス2023、日本42位から12チリ、1次リーグ D 組、10日、スタジアムドトゥールーズ初出場となったチリ、世界ランク22位、が、W 杯初試合を逆転負けで終えた。格上の日本、同14位、に対して前半6分に SO フェルナンデスが先制トライを挙げたが、前半で一時退場者が2名出るなど苦しんだ。 でもイネ HC は日本との差について、やはり交代選手の差はあった。違いはどこにあるかというと、80分間ずっとやらないといけない。そこが私はまだ弱点があるかもしれない。学びがあると思います。ミスは許されないということです。と選手層の厚さ、規律の継続性などを説いた。後半にも一トライを返したが、終盤は劣勢が続いた。 ヨネ大陸予選でカナダや米国を上回り、たどり着いた舞台。同国ではサッカー人気が高く、ラグビーはマイナースポーツ。同 HC は、チリはまだラグビーの国ではないかもしれませんね。2番目の大きなスポーツになれるように頑張りたい。初めての参加だが、初めてに終わらないようにしたい。出場するまでは大変だが、私たちのチームとしては2回目。 3回目の出場につながるようにしないといけない、と語った。